公式 YouTube をご覧の皆様、こんにちは。AKB48 17期研究生の佐藤愛理です。平手由紀です。山崎そらです。 AKB48 と ANA が YouTube でコラボ第4弾です。今回も ANA さんの様々なお仕事を私たち3人で見学したいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。ANA グランドスタッフの田中です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さんに、グランドスタッフの体験をしていただくんですけれども、グランドスタッフのお仕事ってどんなものかイメージできますか？なんか案内してくださる方とか。あ、そうですね。今日は皆様に早速グランドスタッフのオフィスを紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。はい、じゃあご案内します。こちらがグランドスタッフのオフィスになります。今日はグランドスタッフのオフィスのちょっと一部ブリーフィングスペースをご紹介したいと思います。はいはい、普段は自分の業務が始まる前のスタンバイ時間とか、あとメールを確認したり業務連絡確認したりっていうスペースがこっちなんですけど、ここがブリーフィングスペースでして特に仕切りとか何もないんですけど、でここでは何をするかっていうと、まずその日のお客様の予約状況だったりとか、あとは運行状況だったり業務連絡っていうものを全員で確認をしてから業務に当たってます。はい、そもそも、はい、グランドスタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？成田空港ですと大体700人ぐらいいます。700ってすごいよねびっくりしちゃった今日はあの皆さんにグランドスタッフのお仕事体験をしていただきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。グランドスタッフさんの制服に着替えてみました。めっちゃ可愛いね。可愛い。じゃあ、今日は体験のチェックイン業務を皆さんに体験していただきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあピンクからいきます。ピンクから3、2、1、どうぞ。いらっしゃいませ。パスポートをお預かりします。お願いします。山崎様にいらっしゃいますね。はい。本日はどちらまでのご出発でしょうか？ロサンゼルスの。おお。席のご希望はありますか？窓側ができればいいですかね。かしこまりいたしまして。お預けになる手荷物は終わりでしょうか？はい、これをお願いしたいです。お願いします。お預かりします。お願いします。手荷物の中にマッチ、ライター、モバイルバッテリーや、こちらに該当する危険物、貴重品、壊れやすいものは入っていないですか？はい。本当ですか？はい。こちら3点に該当することはありますか？ない。で？はい。機内持ち込みの荷物の中に 100ml を超える機体物が入っていないですか？大丈夫です。はい。では、お手荷物1点、ロサンゼルスまでお預かりいたします。本日、搭乗口は53番。搭乗開始は16時35分を予定しております。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。おー、すごい。すごい。しっかりお客様の目を見て、コミュニケーション言葉遣いとか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて皆様にアナウンス体験をしていただきます。 ANA は ANA って言った方がお客様に聞きやすい。 ANA ちょっとかっこいい。かっこいい。ANA から搭乗時刻のご案内をいたします。 ANA ホノルル行き180便の機内へのご案内は19時25分の予定です。はじめに事前改札サービスのお客様からご案内いたします。
ご搭乗に際し、お手伝いの必要なお客様、2歳以下の小さなお子様連れのお客様、妊娠中のお客様は事前改札サービスをご利用ください。事前改札サービスの後、搭乗券に印字されているボーディンググループの順番に機内へとご案内いたします。ANA ホノルル行き184便の機内へのご案内は19時25分の予定です。はじめに事前改札サービスのお客様からご案内いたします。ご搭乗に際し、お手伝いの必要なお客様、2歳以下の小さなお子様連れのお客様、妊娠中のお客様は事前改札サービスをご利用ください。事前改札サービスの後、ご搭乗券に印字されているボーディンググループの順番に機内へとご案内いたします。ただ気になるこれ立てたまたステージの時と一緒。マイクね、ちゃんと持てないタイプだから。かっこよかったちょっと出ちゃうありがとうございます。いってらっしゃいませ。